さて、さっきちょっと見えなかったんですけども、火星の時に紹介した極寒ドライアイスのところですね。こんな風に氷があって白く見えます。さて、今見たのは北極でした。じゃあ南極も見てみますか。南極にもしっかり氷がありますね。火星が赤いのは中に含まれる金属成分が錆びているからだという話をしました。さっきの月食の赤とは仕組みが違って、これは十円玉が錆びると赤銅色になる、ピカピカじゃない方の十円玉ですね。使い込んだ十円玉みたいな、あれと同じ色の仕組みだと大体ですが、せっかくなのでじゃあ木星も最後に見てみますか。はい、最後に見せたのが木星です。太陽系の今日映した6つの星の中で太陽の次に火星、地球、月、木星、見せてきた5つの星の中で太陽の次に大きい星というふうに紹介いたしました。木星はとっても大きいのですが、密度がとても小さくて、もしこのふうに木星が4メートルぐらいの大きさでブルーシートぐらいのプールが用意できたら、このふうにね、プールの表面に浮かぶ、つまり水に浮くという計算になってます。ただ実際ね、木星を浮かべられるほど大きなプールは用意できないし、そもそも木星はガスの塊なので手に持てないというわけですが、大きな大きなガスの星、木星でした。さて、今日のイベントは8時から9時までというご案内でした。ただいまの時刻が8時55分、あと5分ほどでイベントの方を終了させていただきたいと思います。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。大変寒い中最後までご覧いただいたお客様、途中からでもご参加いただいて、まあすごいなんて声をかけてくださったお客様、本当にありがとうございます。私たち天文愛好会スバル、武蔵野市以外にも本拠地日野市ですとか、それから三鷹の方でも活動したりしています。他の場所でもこんな風にバルーンを使ってイベントを行っているので、よかったらぜひまたの機会にお会いできればななんて思っています。さて、最後に映し出したのは地球から撮影された全天の星です。今ちょっと右の方に流れていっちゃったんですけども、天の川の姿も捉えることができます。さて、今日は4メートルのバルーンにお星様の映像を映して楽しんでいただきましたが、今バルーンからちょうどバーッと顔上がると本物のお月様を見ることもできます。それから今日深夜2時ぐらいからオリオン座流星群があるそうで、このまま夜まで晴れの予報みたいですからね、見上げていれば流れ星が見えるかもしれません。それから観望会に参加されていた皆様はお手持ちの作成した望遠鏡でお月様ですとかお星様をぜひ眺めてみてください。4メートルのバルーン、迫力はあったかと思いますが、やっぱり本物の感動にはかなわないと思います。さて、今日使った4メートルバルーンですが、
10月26日27日にある三鷹国立天文台特別公開でも4メートルバルーンを使ったプロジェクションマッピングを行います。今日とはまた違った星映像を使って、プログラムが構成されていますので、ぜひお時間ある方、10月27日土曜日ですね、国立天文台に遊びにいらしてください。実はその時私たちもお手伝いで行ってるので、もしかしたらあの人見たことあるなとか、この声聞いたことあるなって思っていただけるかもしれません。さて最後なので、ちょっと分かりやすく天の川がこっち側に来るようにちょっとグリグリしちゃいました。あと数分でこのイベントもおしまいになります。本日はお集まりいただき本当にありがとうございました。大変寒かったので、皆様風邪などひかれないようにお気をつけください。ありがとうございます。さて9時になりました。流れ星という気持ちで待っていただけてるかもしれませんが、これで本当に最後にしたいと思います。本日はお越しいただきありがとうございました。今日のイベントをご案内させていただいたのは、明星大学天文愛好会スバルのメンバーでした。ぜひまた皆様とお会いできることを楽しみにしています。